ってらっしゃい。ゆっくりお楽しみください。入りました、イエーイ。あのミラコスタに泊まったので15分早く入れるんですよ。なので今回はいつもね、リードにお昼ぐらいから行くんですけど、今日は朝からねスワーリーに乗りに行きたいと思います。まだ乗ったことないのでめっちゃ楽しみです。行きましょう、行きましょう。今回はこれをかぶるために来ました。いや、かわいい。似合う？え、めっちゃかわいいやん。決まり決まり。え、似合う？マジ？鏡見てみ、めっちゃよくない？いいじゃん、かわいい。似合う？似合う。かぶりました。もうね、買うだけでもめっちゃ並んだね。めっちゃ混んでた、めっちゃ混んでた。これから苗がパンを食べたいって言い出したので、パン屋さんに並んでパンを買いたいと思います。クリームパン買いました。普段クリームパン食べないんですけど、ちょっとこの可愛さにやられたので、なえちゃんと半分こします。いただきます。あげるか。出てこない。あ、え、リンゴ、リンゴ、オレンジ、オレンジのカスタードクリームみたいな。美味しい、食べやすい。今からトイストーリーマニアになります。見たことある？リナもある。チーズ、え、つえぜ、つえ、あ、うまそう。リナ下手よ。え、じゃあヨナ負けたらタワテラ乗ろう。勝ったら、何に勝ったら乗らんでいい。え、本当に？うん、え、ガチの？ガチ。え、動画のあれとかじゃない？動画のあれとかじゃない。本当にガチ、本当にガチで勝ったら乗らなくていい。でも負けたらガチで乗って。分かった。え、本当に？本当だよ。マジで乗りたくないんですよ。うん、分かった、勝って、頑張る、うん、勝ちます。うん、ガチで行こうぜ。負けました。カワテラに乗りますよ、これで。オーケー、乗ります。頑張ろうね。うわー、どう、マジ怖い。めっちゃ嫌がってる。めっちゃ怖いんですよ。まあ負けたのは自分なんで、しかも5万差、5万差もつくなんて思ってなかったから悔しいです。本当に上手ですね、この子は。苗の挑戦です。こっち側ね。下手すぎだろ。ユナより下手だよ。いけ、お、いいよ。お、入った。すごいやん。やっぱセンスあるね、ゲームの。苦手だけどね。タッチ。美味しそう。美味しそう。いただきます。辛いの苦手だっけ？うん。好き？うん。うん。うん、あ、辛いね、結構。うん。七味がかかってる。多分七味がかかってると思います、これは。でも美味しいです、すごい。本当に寝れるわ。うん、美味しい。で、こちら一緒になんか売ってるマンゴードリンク、タピオカなのって言ってたね。うん、うん、うん、タピオカちゃんと、うん、スパークル、うん、あのちょっとシュワシュワしてるんですけど、
中にゼリーみたいなのが入ってて、ゼリー、うん、ジュレみたいなのが入ってて、あの炭酸が和らいでて自分でも飲みやすいです。炭酸苦手だもんね、うん、以上です。以上です。ではでは、このまま最後まで食べたいと思います。ゆな選手、ゼリーつけてね、いきますね。わーお、わーお、どう、いい感じ、誰でもできるよ。あ、水で濡らす前にやっちゃった水やってぬるい。え、ちゃんとあれされてるわ。大将。優しいね。優しい。さすがディズニー。いいです。来て。あった。食べ終わりした。ハートマークを作ってみて。おい、ボール。かー。体に向かって怒ってたかもしよう。美味しい？美味しいです。気分はどう？最高。食べるか？タワテラ乗りますよ。タワテラ。あんたゲーム負けたんだよ。近いし。そうだよ。え、マジやマジや。本当にやだ。本当に乗るよ。頑張ろうね。何分待ち？140。ゆなは嫌いな乗り物のために20回以上ガクガクブルブル震えながら待たないといけないってこと、うん、そうだよ。全部ないのためでしょ。大好きなないのためでしょ。まあ大好きなないのためなら今からタワーオブテラーに乗りたいと思います。めちゃめちゃ嫌だなんですけど、嫌だなんですけど、すぐ嫌だなんですけどっていう、嫌なんですけど、嫌なんですけど、まあ、苗のためにこいつがね、どうしても乗りたいっていうか、一番乗りたいんでしょ、これが。違うよ、ゲームで負けたから。それ人のせいにするけどさ、なんか言うなら、いやいや、苗のために乗りますみたいな。そうだもん、だってゲーム負けたんじゃん。確かに。ごめんよ。ごめんね。まあ乗ります、私は今から。あと何分ぐらいかな。140分だってなくない、だって並んで100分ぐらい待って地獄に行きます。アデュー。アデュー。やばい、左になりそう。大丈夫だよ、怖くない。ビビってたら何まで怖くなる。怖くない。え、何言うだっけ。確かに。何が怖い。え、落ちるとこ。落ちてもだってしないやん。確かに。何が怖い。落ちる、体が浮く感じ。浮いても戻る。確かに。それでは行ってきたいと思います。レッツゴー。今タワテラが終わりました。マジで怖かった。泣いたね。でも思ってたほどじゃなかったんでしょ、うん、多分苗の足に絡めてたから、うん、足絡めてきたんで大丈夫だったと思う。なるほど。2年ぶりぐらいにずっと避けてきて、2年ぶりぐらいに乗ってなーってずっと避けて、なーってずっと言ってたね。ずっとなーって。写真を変えました。その写真がこちら。まあ、苗が言ってくれなかったらこの先もずっと多分乗ることはなかったので、いい経験になったかなって思います。いい子すぎか。なので、これは次はファストパスを取ってるので、センターオブジアースに乗っていきたいと思います。行きましょう。レッツゴー。ゴー。はい、もう帰る時間になりました。ちょっと今回ね、悲しいことに地球儀が光ってないんですけど、まあ、たくさん写真も撮って、乗り物も乗って、美味しいもの食べて、すごく充実した一日でした。はい、ありがとう。ありがとう。楽しかったね。そうだね、楽しかったね。はい、じゃあ気をつけて帰りたいと思います。はい、はい、今日の動画も最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。
バイバイ。